今回は尾道市民の皆さんが市内の店舗で利用できるチーム尾道頑張ろう応援商品券について、尾道市商工課の安松誠さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチーム尾道頑張ろう応援商品券は一体どんな商品券なんでしょうか？はい、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民への生活支援と地域消費の喚起、下支え及び地域経済の活性化促進を目的として、尾道市民の皆さんに1人1万円分のチーム尾道頑張ろう応援商品券を配布します。この商品券事業を実施するため、尾道観光協会をはじめとした14団体に尾道市が加わり、15団体で構成される尾道地域振興商品券事業実行委員会を設立しており、一日も早く市民の皆さんに配布できるよう事業を進めています。この商品券は1000円券の10枚つづりで、市内に本社を置く登録店舗でのみ使える地元応援券7枚と、すべての登録店舗で使える共通券3枚で構成されています。商品券には尾道市出身の漫画家川口海二先生が尾道市のために描かれた2つのイラストが使われています。商品券のデザイン作成にあたり、川口海二先生に新型コロナウイルスの影響による難局を乗り越えるため、尾道がワンチームとなって頑張ろう、市民みんなで尾道を応援している、尾道にエールをといったイメージを表現したイラストの制作を依頼させていただいたところ、心よく引き受けてくださり、元気な尾道をイメージして描いてくださいました。川口海二先生からは、尾道が活気づく手助けになればと願っていますと温かいメッセージを寄せていただいています。では商品券の交付対象者はどうなってますか、教えてください。はい、対象となるのは基準日の令和2年8月28日時点で尾道市の住民基本台帳に登録されている方と、基準日以降令和2年12月31日までに生まれ、新たに尾道市の住民基本台帳に登録されるお子さんです。商品券は市民の皆さんへどんな風に届くんでしょうか？はい、9月24日から順次世帯主の方へご利用のしおりと一緒に世帯員分の商品券を U パックで配達します。なお令和2年8月29日以降に出生届を出されたお子さん分の商品券は別途郵送します。商品券はどういったお店で使えるんでしょうか？はい、尾道市内のスーパーや小売店、宿泊業、飲食店、サービス業を営むお店、タクシーなど登録された1100店舗を超える様々なお店で使うことができます。商品券が使えるお店の店頭にはポスターとステッカーを掲示しています。店舗によって地元応援券と共通券の両方を使えるお店と共通券のみ使えるお店がありますので、店頭に掲示されているステッカーでご確認ください。使用期限は商品券到着から令和3年1月31日までです。使用期限を過ぎるとご利用いただけませんので、必ず期限内にご利用ください。使えるお店の一覧のリストはご利用のしおりに掲載しており、商品券と合わせて対象世帯にお送りします。なおこのリストは8月18日時点の登録店舗を掲載しています。商品券が使えるお店への登録申し込みは引き続き受付を行っていますので、まだ登録されていない市内事業者の方はご検討の上ぜひお申し込みをお願いします。お申し込み方法は
チーム尾道頑張ろう応援商品券の専用ホームページのほか、尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会、尾道市のホームページに掲載しています。最新の登録店舗の情報は日々更新していますので、チーム尾道頑張ろう応援商品券の専用ホームページでご確認ください。使用期限は令和3年1月31日となっていますので、気をつけてください。それではお問い合わせ先をお願いします。はい、市民向けの専用ダイヤルはフリーダイヤル 0120-056-178 です。使用店舗向けの専用ダイヤルは電話番号084-926-0149 です。お問い合わせ時間はいずれも10時から17時までで、土日祝日と12月28日から1月5日は休業となっています。安松さん、最後にメッセージもお願いできますか。はい、新型コロナウイルスの影響は長期化の様相を呈していますが、尾道市民が心を一つにしてチーム尾道でこの難局を乗り切りましょう。そして市内の景気回復に向け、商品券を有効に活用して地元の事業者を応援しましょう。今回は尾道市民の皆さんが市内の店舗で利用できるチーム尾道頑張ろう応援商品券について、尾道市商工課の安松誠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。